君と一緒やこれ。マジで触れるクラスに行ってるのこれ。触れるかな。嘘だね。本当に。ちょっと。もしあれだったら撫でるとか。じゃあ秋元よ。チクチク。可愛いんだよ。モコモコしてる。可愛い。可愛い。ネットは？柔らかい。柔らかい。おいとも触った。お、全員触った。可愛い感じには見えてるね。可愛いの。あ、いいじゃん。あ、来た来た。あ、来た来た来た。おー、出てきた。あー、出てきた。まあ、糸が、糸が。可愛いね。来た来た。糸なんか出しちゃってね。なんかツーショット写真とか撮っちゃえばいいじゃん。あ、なんかちょっと写真撮ってあげて、みんなこれ囲んであげて、ほらタランチュラ。これ待ち受け画面かなんか写真撮ったらいいじゃん、これ。せっかくだから。スパイダーって、ね、スパイダースパイダー。でかいよね、結構ね。西野も触った、さっき。いや、まだ触ってない。撫でるのは無理。触る？なんかちょっとまだ勇気がいるかもしれない。あ、そう。勇気なくても可愛くてしょうがなくない。これ、ちょっとこれ見て、めっちゃ可愛い。音がすごい。ちょっとお尻のとこ撫でてみたら。うん、ちょっと。あ、かわいいよね。あー、かわいい、かわいい、かわいい。あれ、あれ、橋本、私意外と、え、かかってるんですかね。いけそうな、あ、もういけそうな。いや、かかってるとかじゃなくて、いけない。ちょっと撫でてみたら。いけんの、いけんの。あ、触れますね、全然。かわいいでしょ。見た目はそうですね。ね、え、これかかってるんですかね。はい、これかかってるんですか。だってさっきはもう飛び跳ねてたじゃん。あ、意外といける。あ、でもこっちに来ないでほしい。そう、まあでも全然。あー、あ、おー、西野。あー、すごい。かわいいね。あ、かわいい。あ、マジで。あ、かわいい。でも思ったから。どうしよう。西野さん。え、でもかわいい。こんにちは、西野さんって言っといて、ほら。え、か、歩き方、ね、歩き方超かわいくないですか。かわいいね。なにこの確かめて一個一個でこう。かわいい。なんか名前つけてあげてよ、西野。あ、そうだね。どうする。糸だ、すごい。糸だにするじゃん。糸だにしよっか。糸だ、糸だ、さんって。糸だ、糸だ、さんって言ってあげて。糸だ、さん、糸だ、さん、喜ぶよ、糸だ、さん。みんな触ってんの、もう乗せられるぐらいだね。私、あの、家で犬飼ってるんですけど、そんな感じです。そのぐらいの感覚。じゃあちょっと戻してみる。まったく、もうとりあえずは井戸田さんも。はいはい、一回が一回返してあげようから。はい。